ディーメトフォードは1888年にイギリスで採用されたボルトアクションライフルである。スコットランド系アメリカ人ジェームズ・パリスリーの後部ロッキングボルト機構とウィリアム・エリス・メトフォードが設計した7条のライフリングの重心と10発入り弾倉とが結びついた小銃であった。9年間の開発とトライアルの後に1888年から マルティニ・ヘンリー10を置き換えたが、1895年から同様のリーエンフィールドに置き換えられるまでの短い間だけ軍に止まった。リーのボルトアクションメカニズムは当時の他の設計を超えた大いなる改良型だった。ボルト後部に取り付けられたラグは引き金よりもボルト操作ハンドルをライフル兵のずっと近くに配置した。これはボルトハンドル操作のために ライフル兵の手をやむを得ず前方へ伸ばす必要があった。ラグがボルト全部に取り付けられた他の設計よりもボルトハンドル操作をずっと素早くした。また、ボルトの移動距離も実行の長さと同じだった。そして、いくつかのフランス式とモーゼル式アクションの90度のボルトの回転角度と比べてリー式は60度に過ぎなかった。さらにリーはほとんどの連発銃で 一般的に採用していた環状断層と固定式箱型断層を置き換えるために脱着可能な優れた箱型断層を導入した。そしてこの断層は競争相手のマンディヒアーデザインよりも大きい容量を提供した。黒色火薬を充填した。303リムド実砲を使用するリーメトフォードワール種の時代錯誤であった。その当時の昇降系ライフルのほとんどが 無煙火薬を使用していた。そしてリーメトフォードも無煙火薬実法の利用を意図されたが、リーメトフォードが設計された時にはまだ利用可能ではなかった。リーメトフォードはその運用中に数回の設計変更が行われた。主な変更点は断層、照準機、安全装置であった。リーメトフォードはリーエンフィールドを支えながら1895年から、 段階的に廃止された。リーエンフィールドは、実際にはリーメトフォードと同じ設計だったが、無塩火薬の使用に適合していた。コルダイと装薬を装填した弾薬が使用された時、メトフォードパターンのライフリングは浅くて、急速な摩耗を被りやすかった。重心は5000発未満で、使用不能になった。変更点には、新しくて、より深いライフリングパターンを含んでいた。 そして小準機は無煙火薬によって可能になった弊社弾道に適応した。マットミニットとはボルトアクションライフルを使って300ヤード離れた標的を狙って1分以内に15発の弾丸を発射すると説明される訓練にイギリスのライフル兵によって使われた第一次世界大戦前の用語であった。 第一次世界大戦の間、ライフル兵がこの過量な発射速度で射撃するのは珍しいことではなかった。多くのライフル兵が平均で毎分25発の射撃ができたが、他のある者たちは毎分40発もの射撃ができた。ドイツの突撃不評が機関銃の射撃によって退けられたと噂されたが、実際にはそれは過度の発射速度の10人のライフル部隊であった。 今でも毎年、イギリスのライフル所有者のグループが、マットミニット協議会のために集っている。リー・メトフォードの交換が達成されるには、数年かかったので、1899年の第二次、防和戦争の間、いくつかの部隊では未だ運用中であった。長距離での精度が重要であった時に、リー・メトフォードを装備した部隊は、そして、リー・エンフィールドを装備した部隊でさえも、 モーゼルを装備したボーア部隊に対しては不利であった。工場では大した標準調整と品質管理を受けなかったため、400ヤード以上の距離においては、悲惨なまでの命中精度の低さを露呈させた。きちんと修正がなされれば、モーゼル軽承銃と同等の精度を持つようになり、他のほとんどの属性においては、モーゼルより優れていた。にもかかわらず、 英国人は全く新しいライフルを欲した。パターン1913エンフィールド、それは回収されたモーゼルの設計に基づいていた。しかしその開発は第一次世界大戦ともう半世紀使われることになる、著しく融通のキクリーエンフィールドによって打ち切られた。イギリス軍ではリーメとフォードもまた、後のライフルのパターンの規格にアップグレードされた。 もっとも、ほとんどいつもエンフィールドパターンのライフリングを持つ重心に切り替えられたのであるが、本質的にエンフィールドパターンのライフリングより正確であると考えられていたので、第一次世界大戦の勃発まで、リーメとフォードーは商業的に生産されて、民間の標的射撃手によって使用された。このような状況において、重心とボルトヘッドは、 所有者が望むだけ頻繁に取り替えることができたか、または供給されることができた。リー・メトフォードは未だにアソール・ハイランダーズで儀式用に使われている。詳細は、チャールトン自動小銃を参照。チャールトン自動小銃小数のリー・メトフォードが、イギリスのハウエルや、南アフリカのレーダーや、最も知られたものとしては、当時慢性的に不足していたブレンケー機関銃と、 ルイスケ系機関銃の代用品として1941年にニュージーランド人のフィリップ・チャールトンによって設計されたチャールトン自動小銃のような実験的な半自動装填機構を組み込んだ自動小銃へと改造されたか、または新規に製造された。第二次世界大戦の間、ニュージーランド陸軍の大部分が北アフリカに配置された。 日本が1941年に参戦したとき、も、そこでニュージーランド政府は D メトォードのための自動装填化改造型の開発に資金を供給した。結果としてニュージーランドでは1942年から時代遅れのリーエンフィールドをベースにしたチャールトン自動小銃が強度防衛隊に支給された。オーストラリアのエレクトロラックス社によって リスモー S メリーマーク3ライフルを使用する小数を含む1500丁以上の改造型が製造された。このチャールトン自動小銃は10発入り弾装またはブレン軽機関銃用の30発入り弾装を用いて、球弾し、普段は半自動小銃として使い、緊急時のみ自動小銃として使うことを前提として作られていた。チャールトン自動小銃には、 外観が著しく異なる二つのデザインがあったが、同じ操作メカニズムを共有していた。ニュージーランド製のチャールトンは、フォアグリップと二脚が付いていたが、オーストラリア製のチャールトンには付いていなかった。ニュージーランドでは、約1500丁が生産されたが、戦後すぐにほとんどが、パーマストン北武器庫の失火により失われた。しかし、少数が博物館と個人のコレクションとして、 生き残っている。ありがとうございます。